未亡人 YouTuber ですか。確かにそういう方もいらっしゃるでしょうね。今まで未亡人という方はたくさんいらっしゃったんですけども、その立場から発信する人はいなかったのかなと思います。まあ、もちろんね、未亡人として YouTube をされている方はいたのかもしれませんけども、まあ、あえて未亡人ってことを前に出す方、出さない方、こういったところでどの切り口だったら、まあ、興味を持っていただけるかなってところがすごくあるんじゃないかなと思います。まあ、そもそも人一人っていろんな切り口を持ってるんですよね。例えばね、私すごくね、面白いね、表現をずいぶん前に使ってた覚えがあるんですよ。それはですね、元女子高生って言葉なんですよね。元女子高生っていうとちょっと陰微な雰囲気を醸し出してるんですけども、何のことはない。30代の方、40代の女性、50代の女性、大半がね、元女子高生なんですよ、ね、だから元女子高生っていうタイトルで、まあ、当時はね、ブログを書いたりはしてなかったんですけども、私まだネットビジネスをやる前だったんで、ただね、男同士で話してる時に、お付き合いしてる女性の話になるんですよね。そしたら、どんな人と付き合ってるの、どんなこと付き合ってるのって言うから、いや、それが元女子高生なんだよねとか言ったら、え、何それって感じで食いついてくるんですよ。そしたら、まあ、普通に話するんですよね。そしたら、それがどこ元女子高生だよって言ったら、いや、だって高校出て専門学校行って、それから出会ったんだよね、元女子高生じゃんって言ったら、バカみんなそうだよみたいなね、そういうオチなんですよ。で、これは誰にでも通用するんで、なかなか面白いなと思ったんですよね。だから人っていうのはいろんな側面を持っていて、どういうふうに切っていくかによってね、インパクトがまるで変わるんですよね。例えばね、いや、どこにでもいる平凡な人間ですよ、平均的な人間ですっていうふうに自己 PR するのって、なんかむちゃくちゃね、効果を高く生むことがあるんですよ。というのは、婚活市場で普通の男性っていうとね、なんか年収が500万とかでね、ニット駒線以上の大卒で、身長175センチで、顔は星野源っていう芸能人らしいんですけども、これが婚活市場でいう女性が求める、いや普通の男性でいいんですけどみたいなレベルらしいんですよ。ってことは、普通の男性っていうのは切り口を変えるとね、とってもハイスペックな人ってことになっちゃうんですよね。何なんですかね、この世の中ね。まあ、こういうふうな形でね、私たちは情報発信するときに、どういうふうにタイトルつけたら気を引くかなっていうことを考えちゃったりしますよね。ということで、今回は元女子高生と結婚しましたということにしておきましょうか。当然私の奥さんも元女子高生でございます。いってらっしゃい。